えー、マサトです、えー。こんにちは。こんばんはですね。農、え、家、ー、との編集をお送りしています。の今日も常年つくさ3年のニュースのトラからあ経済評論家常年つくさが5分で解説、えー。昨日の衆院選を振り返って、えー、この最終的なこの自民党の議席数倍ということで、えー、今日はもう火曜日ですね。えー、29日、えー、選挙終わって昨日の動画ですので、えー、この与野党 関数割れしましまたですね 15, 15年ぶりということで、えー、どうなるかですね、えー、石橋小泉選対、えーえーえー、本部長はこの、えー、辞任されましたですねどうなるかですね首を出したすか本当に、えー、この小沢一郎が進めたこのモ、えー、スコア政権ですね日本新党 をか担ぎ出ししていましたけどど今回どうですかね本当に、いろいろと、この、えー、国民民主の,この玉木代表を担ぎ出すかどうですけど、ね、石、え、破、ー、さん、首を出すかどうですね、引き続き、えー、注目が集まりますけど、はい、えー、引き続きウッチングしていきたいと思います。常年司3年のニュースの側から、経、え、済、ーえー、経済評論家、常年司が5分で解説、昨日衆院選を振り返って、最終的なこの自民党の議席数がということで、常 <laughs> 年さんは思わず、えー、この立憲民主党は、 あ,あまり予想以外に飲めなかった、まあ50かな、伸びたけど、まあ、それ以外に飲めなかったっことをして、目からうるくですね。はい、引き続き、情熱かたたんのニュースのトロガーをウォッチングしていきたいと思います。マスターとですマスタートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。えー、また、聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願い,いたします。次回の1分間の時でお会いいたしましょう。マスタートでした、シュガネス、パシャンボジズ、シャロム、シャロム、シャロム。